未来からご報告があります。なんとメガネをかけることになりました。イエーイ。じゃない。イエーイ。ということで、手を合わせてください。はい。いただきます。いただきます。メガネ取れ。あー、これ止まる。取ってよ。これいや、レオ壊れるから、ね、あ、こう、うん、普通分あるしょ。ん、うん、塊。メガネを買ったところはね、名前はジンズっていうのかな。あれジンズ、ジンキュー、ジンズ、ジンズで買いました。5,000円。安い。メガネ5,000円。イオンのジンズね。うん、うん、イオンのっていうかね、イオンの中に入っているジンズ、うん、ジンズなの。知らなかった。学校で文字が見えないということで 0.3 と 0.3 でオッケー。どうしてそのあなたがは言いませんけど。ママ宇宙。はい、言って。うん、え？キャラコ。いや、テレビとか好きなのもあるし、本昔から結構好きだし、絵描くのも好きだし。うん、いい。いい。どんな来てんの？え？あの未来が多分だけど。ほら顔出したね。あのテレビの前で見てます。離れるって言っても離れないっていうのもあるよね。あとで、一応なんかそういう関係ばっかりだからね。レオン、レオンだって離れないため、うん、よくさ、絵描くよね。うん、なんて汁飲まない。いや、それ飲まないわ。飲まない、飲まない。それ豆の食べるスプーン、ヨーグルト食べるスプーン。明日雨って書いてたけど、本当に降るのかな。なんか天気良くなってきたね。多分、うん、その下の人におはようできたら、みんな多分びっくりしてねーってなると思う。え、何だってメガネしてんのって言われちゃう。撮るの忘れてるよ。どうなったの？それはいつも言われてるんだけど。私の隣の席の子、わかるでしょ、うん、あの女の子にびっくりされると思う。いや、みんなびっくりするんじゃない。だって未来だって他のクラスの、あ、同じクラスとさ、誰かがメガネすることなんだろう。今日からね、何々くんメガネになったんでとか言うじゃん。だから明日きっとね、みんなクラスの人ね、未来ちゃんメガネになったんだよ。え、ママなのもんのね、けあのね、幼稚園に。幼稚園にメガネの人いる？うん、大変だね、ちっちゃい時メガネね。お友達。うん。やめて！なんかさ、母はさ、あの視力検査ですし、どっちも C だったから別にメガネかけなくてもいいじゃんって言ってさ。際どいラインだね。D はかけるけど。でも目がちょっともうちょっと上じゃないの？下がってない？いや、下がってるよ。なんかちゃんとやってるんだけど下がってくる。いや、あまり合ってないんじゃないの？そしたら。いや、ちゃんと合ってるんだよ。合ってるけどね、あのかけた時にね。でもずれたら直さない。最初にずれるんだよ。ずれたら直しない。うん、でも食べてない。直せなかった。ねえ、みんな、いや、ね、そのメガネかけたんだよ。ん？ダメだよ。え、いつかけたの？え、さっきここに帰ってきてみんなかき氷とか食べてると。あ、でもね、ダメだよって言って。ナナママ真似するからやめてね。いや、でもね、イオンの中もね。あ、それはね、どれが合うかなってでしょ。ではメガネ似合うよ。うん、似合う似合う。なんだ、似合う人と似合わないのさって、さてなんだろうね。はい、はい、あの、かわいいとか、あ、なんか目がパッチリ開いてる人は。え、父目パッチリ開いてるけど、そんなにメガネ似合う感じはしないけど。ブロッコリーで、なんかこれ取っちゃった、うん、でもメガネってさ、ずっとかけてたらさ、なんか似合う顔になってくるのかも。うん、ピンクも可愛かったよね、メガネ、うん、でもやっぱ紫とかも綺麗。2、3本持ってるんだったら1本はピンクでもいいかもしれないけど、1本しかないなら普通の色がいい。まあ茶色だけど。なんか本当にダサいメガネみたいなのにさ、ダサいメガネっぽいメガネだわ。
なんか、うん、本当にそうなんだけど、なんかね、普通のメガネと比べて、なんか普通のメガネかけてない時と比べるとすっごい明るくなって、いや、それはそうだろうね。なんかでも、ちょっと小さくなる、小さくなるけど遠くはね、小さくなる？あ、そうなの、よくわかんないけど、うん、うん、そうだそうだ、小さくなる。てか、このメガネは目が小さくなるかな。そうじゃない、どっちかというと大きくなる。あ、あった、そこにあるの、小さくなるんじゃない。一回やってみな。ね、いや、あまりか、あ、え、あれじゃないよ、いや、してみてよ。あれ、下っ方が目大きくなるの。閉じるの、閉じないけど、ね、こうやって目、こうやってやってみ。あ、離してみてこう。あ、離れたらめっちゃちっちゃい。そしたらめっちゃちっちゃい。キモいって感じだ。やだ。ほんと、あとで自分で鏡見てみたい。もうちゃん顔出して顔出して。なんでスプーンで食べてんの、うどん。うん、違う話。なんかいろいろな、言われるかもしれない、絶対。いや、でもあんまりふざけてね、やって壊したら終わってるからね、ほんと。友達に貸してとかもダメだよ。うん、絶対しないよ。あれ、体育の時とかさ、みんな撮ってんの。いや、私の友達は撮ってない。撮ってないの、うん、でもなんか明日走るみたいなこと書いてるけど大丈夫なのかな。走る、飛ぶみたいなこと書いてあったけど。いや、全然大丈夫なの。学校にメガネケース持ってかなくていいのかな。うん、どうかな。もし置いとくのにしても机の上置いとけば大丈夫か。うん、悪いことして落とす人とかいないよ、うん、絶対ないよ。ちょっとね、いるさ、ね、さ、みたいだよ。いや、自分で、あーって、ばっかりして落とす、うん、あー、トイレに落としちゃったとか言ってね、あるあるある、よくトイレに落とすんです、お姉さん。いあのね、みらさ、もしさ、学校の落とし穴あってさ、母もやんちゃんたちのタイプ、母もやんちゃんたちのトイレあるの、シューです、もやんちゃんたちトイレあるでしょ、ちょっとでも、え、トイレあるでしょ、違う、誰、え、なに、誰誰、何が誰誰、何が誰さ、誰、なんだよ。誰、何、何の話、メガネ、何の話、あの子の人、誰、何が急に誰って言われても分かんないんだけど、誰、何が、トイレ、トイレ、トイレ誰って、何それ、次がマヨンちゃんたち、マヨンちゃんたちのトイレ誰って、意味が分かんないんだけど。どこ、どこ、家にあるでしょ、トイレ。まあ、いたじゃん、マヨちゃんち、いたじゃん。すっごい綺麗だよ。勝手に流れたよね。あ、違ったっけ。あれ、そうだっけ。そうだった気がする。あ、途中でちゃう、3回ぐらい行ったよね、トイレね。うん、うん、綺麗すぎて3回とかわかんないけど。あ、私2回は絶対行った。母は3回行った。ほら、取れる。でも落とすから顔出してね。うん。なんだ、もう取れる。すごい飛んで、メガネ取るかもしれない。なんかメガネ。後で掃除をしよう。ちょっと待って、寝るときはもちろん外すよね。もちろん外さないと。で、動画カカカカバリーってなると思うよ。幼稚園帰ってくるの早いからちょっと暇じゃない、うん、うん、では暇じゃないよ、なんで、ね、何かあるの、うん、だって
1時半の2時にはお風呂入り終わってで、そっからはお家食べて1時間ですよ。3時でしょ。未来帰ってくるの4時ぐらいでしょ。1時間何する？その1時間でウルトラマンなどにミックスって、ウルトラマンミックスのやつ言うな。それはテレビは絶対にやんないから。分かった。テレビでは放送しないけど自分たちで作るの。何を？ウルトラマンなんとかミックス。何ミックスって？ジュース？違う、うん、ウルトラマンミックスかパワーか何か。何それ？何に使うの？武器？うん。何？ウルトラマン。ウルトラマンの何？テレビ？うん。何を作るって何よ？テレビを作る。武器まあ作ったりするけど。テレビを作るって何？え？あの動画を作るの。動画？うん。どうやって？スマホで？うん。iPhone で。スマホ今ダメだけど。iPhone で？うん。で未来なんてできる？あの今動画は撮れないけど、その変身するこの小道具、武器とかを作るってこと？それで戦うみたいな。ところであのなんかいらない紙みたいのいっぱいレオのとこにあ乗ってるけどさ、あれ捨てていいの？上に乗ってるやつ、紙くっついてるやつ。もういいよ、切ってて。あれ使う？それで機械の悪いやつがね、使う機械。あれ使うの？うん。さっき捨てようかなと思ったけど。もういいよ、ここになんかつけてね。へえ、でね、ウルトラマン、この色好き。ウルトラマンとかはね、何？なんか黒とさ、あ、メガネ、普通にメガネの話。どこ茶色は？わかんない。ここ。あ、ね、ここ。うんとね、ここら辺とか、ここら辺は黒だけど、他の色が茶色みたいな。そう、黒なの？金具の部分ってこと？うん、黒なの？タテポクター、タテポクター。本当だ、これ濃い茶色みたいな色なんだけどさ、なんか色が違うからね。イエーチ、タテポクター、タテタタポクター。ラブバト面白かったね。はい、なんかなんなん、あの人がすごかった。演技がすごかった。誰？サラちゃん？つぶさ？違う、小花？うん、薄井まさやか？うん、そっちかい。全員演技すごいけど、でもなんかさ、いつもなんかさ、お笑いって感じなのにさ、真面目だったからね、変な感じした、うん、お茶置いといて、後で入れるから。確かにラブピョコ？それがね、ジュース飲むところ見たかった。でも、耳が動くってことは、これマヨちゃん見るかもね。何を？動画。うん、見るかもね。見ないかもね。うん、このマヨちゃんで、これに、これに、マヨちゃん。でも頭とか痛くなるなら取った方がいいよ。学校でも体育の時間取るとかさ、中休み時間は取るみたいな。うん、勉強してない時間は取った方がいいかもしれない。うん、体を動かしたり休んだり。慣れてきたらいいけどさ、最初はもう長時間たら頭痛くなったり目が痛くなったり、てんてんてん、お尻に疲れるかもしれない。それこそトイレに落としたら割っていくから。そう、痛いから。うん、トイレ行くとき外したの。うん、でも行くたびに外すのもあれだけど、外さなくてもいいんだけど、なんでいつも落とすんだ？なんかポケットに入ってるものとかよく落とすじゃん。なぜ？ちゃんと閉まってないから。メガネは落ちないんじゃないかな。多分ね。なら食べたの？うん。今日は誰が早いかな。おっちゃんうどん食べた？まだ入ってんの？やっぱレオかな。ほんた、あ、しかも誰も大学院も食べてる。あ、入ってる。大学院もあるよ。もっちゃん、お豆のとこに入れたら、大学院も。うん、お豆も甘いから大丈夫じゃん。同じ甘いのだから。でしかないけど。早いね。でも今食べるでしょ。いいんじゃない？それだったら1個かな。お皿持っといて。もっちゃん、お豆のお皿持ってきな。お豆のお皿、遠い。そうそう。
これ食べな。まず1個食べなさ。あとうどん食べてからにしな。うん、外したこれ。ねえ、お姉ちゃん、いつよ。ああ、食べてる、食べてる。何だっけ、ジンズ？ジンズって言うんじゃないのかな。もしかしたらジンズかもしれないけど。ジンズ、ジンズ。レンズ、レンズ。ジンヤ、ジンヤ。クマ、クマみたいなさ。ジンズ、ジンズ。それちょっとわかんないけど。これが、ジンヤ。今かい？ご飯食べてからにして。ラッコ、うどん、うどん、うどん、ゴリラ、ラララ、ラッコ、コアラ。ナナ一番早くも珍しくない？久しぶり。お願いいたします。これやると思った。ナナ、うん、うん、姉ちゃん怒ってないから。あ、父がやつ作って紹介しようと。いい。あー、ほら。ママとナナのヨーグルトね、モモ。未来とレオはブドウ。やってる。クニ。あれを作った？こんな。いや、食べた？お腹はもうもう少しいっぱいないかな。うん、いいじゃん。でもこれだけは食べた。あと何個かでしょ？うん、そうだよ。うん、そうだよ。うん、あと姉ちゃんと同じぐらい。うん、姉ちゃんも大学芋もある。あれ、ナナお芋食べないの？うん、大学芋。甘いよ。いらないの？あ、本当に？いや、食べる？ちっちゃいの食べたら1個。え？未来そんなに食べれないでしょ。ナナ1個芋食べないよ。見て、未来のだよ。見た？ナナ別に食べれるよ。食べれるの？うん。ナナいいの？あんまりお芋。え？なんかナナも最近食べなくて困っちゃう。ナナ、あのちょっと前のあの食べても食べても止まらない食欲はどこ行ったんでしょう。うん、おかしい。うん、父が、あの朝の7時半ぐらいからずっと折り紙で校長かなえさんを追ってもらいました。追ってくれましたでしょ。日本語がおかしい。言い方がおかしい。追ってもらいました。はい、追ってくれましたでしょ。言い方がおかしすぎましたでしょ。うん、そういう日本語もちょっとおかしいけどね。でもはぁ、鼻が早い。ん？ね。なの一番だ。じゃあ幼稚園組はあと1週間頑張って。いやー。ひれちゃんはあと2週間かな。頑張ってください。はい。なのいいよ。食べて。ん？食べて。大丈夫。もういいよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。